海と日本。お寿司にスイーツ、グルメが豊富な日本有数の観光都市小樽。中でも海の恵みをふんだんに使って作るかまぼこは、観光客だけではなく市民にも愛される定番グルメです。明治38年創業の老舗釜栄。熟練した職人技で丁寧に作られるかまぼこ、種類は常時50以上。特に揚げたては行列ができるほどの人気です。散歩で、お腹が減ったので美味しい。小樽でかまぼこ作りが始まったのは明治24年頃。漁場が近く、原料の魚が手に入りやすかったこと、良質な水も豊富なことから全国的に有名になりました。大正3年創業の第8栗原かまぼこ店。看板メニューは全国かまぼこ品評会で認められた角焼きです。総八の味をやっぱり重視して、もういわゆる調味料に頼らない、基本的には塩、砂糖、みりんだけで味を決めている、こんなあのかまぼこっていうのはなかなかないと思いますので。伝統を守ってきたこのお店にもある変化が起きています。絶対的に収入が足りなくなってきた。近年漁獲量の減少を受け、新しい材料となる魚を探していました。ベトナムへちょっと視察に行ったんですね。トビウオの加工をやってまして、綺麗な海で獲れるトビウオの味が素晴らしくて、それを見つけて。社長が自ら見極めた魚でお店の味を守り続けています。海の資源っていうものは有限だっていうことを皆さんが認識した上で、海をちゃんと管理して取れる再生可能な量だけ取って、資源管理をしっかりして作る時代に次はなってくるんだろうなというふうに思ってます。歴史と美味しさを受け継いできた小樽のかまぼこ、これからも小樽の食を彩る海のごちそう。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。